はいどうも、チャンネル変わらんの川本ブーメンです。このチャンネルはですね、僕が日々興味あること、すごいと思ったこと、驚いたことを皆様にご紹介していくチャンネルでございます。いやー、困りました。見てください、このソニーさんから発売してる Vlog カム、最高のカメラ ZV-1。 ところが一つ問題があったんです。このシューティンググリップ、最高のアイテム、これをつけるとなんとバッテリーと SD カードが取り外せないんです。どうすればいいんだ。そんな時に見てください、このスモールリグさんから発売しているこのアイテム、これがあればその問題解決するそうなんです。それでは行きましょう、チャンネル変わらん。さあ、というわけで、この最高のカメラ ZV-1 をさらに最高のカメラに、問題を解決してくれるアイテムがこちら、スモールリグさんから発売してる ZV-1 用 L 字型ウッドグリップ。やったー、ウッドグリップ、ウッドグリップ。この子さえつければこのバッテリー SD カード問題が解決するそうです。さあ、早速開けてみたいと思います。さあ、こちらでございます。ね、ね、この箱に入って、さあ、開きました。あ、なんか落ちた。まずはですね、この六角レンチね、六角レンチが入ってます。この六角レンチは多分取り付けるときにネジを回すやつですね、この細いやつ。さあ、いよいよ中身が出てきます。こちらでございます。さあ、開けてみましょう。なんかこういうなんかガジェット系のもの買ったときって、開けるときがものすごい幸せね。さあ、いよいよ登場します、 L 字型ウッドグリップ。ダーン、こちらでございます。いや、いいね、このウッドの部分、これがウッドです、ウッドのグリップですね。で、こちらね、全部はめる分なんですけど、こちらがなんか冷たい、あ、これアルミ製ですよ、アルミ製、アルミのような素材でできてますね。うわー、結構高級感ありますよ。これをですね、こちらのね ZV-1 につけるわけです。このシューティンググリップのここで塞がっちゃって開かないわけです、ここが。それで取り出せないね。じゃあ、まずはこれを外していきたいと思います。はい、取れました。そしてシューティンググリップを外して、そしてこのウッドグリップ、 L 字型ウッドグリップをここに、ここのネジですね、ここの後ろのネジ、ここのネジにこのネジを合わせるということですね。この僕の好きなこのグリップをかぶせてしまうわけですね、このウッドグリップでカシャッと、はい、このようにかぶせて、そしてこのネジに合わせて、この六角レンチここにはめて、こう回すわけです。このように回していきます。さあ、回していきます。これだけ、これだけだ。さあ、ま、つきました。あ、つきました。さあ、こちらだー、これだー。うわ、なんかすごい高級感がめちゃくちゃ増した。なんかちょっと大人、このウッドがあることに大人、もう大人です、これ。え、俺の ZV-1 がちょっと大人になった、このウッドグリップ、すごい木の感覚。じゃあ、持ってみましょう。うわー、このグリップ感めちゃくちゃ持ちやすくなった。さらに、うわ、ほら、全然、うわ、持ちやすい、これいいね。そして見栄えがまたかっこいい、渋い。で、ここで逆にこのアルミのその枠、 L 字型のグリップ、この枠がついたことにより、このガードが効きますね。だから結構丈夫になりました、横にも枠がついてて。そしてさらにですね、こちらにね、なんとこのネジ穴がついてるんですね、ここ、ほら、ネジ穴がここにも全部こんなにいっぱい、こっちも後ろもこんなにいっぱいついてる、ほら、こんなにいっぱいでーん、いっぱいついてるね。ここ全部、なんと全部これネジ効くらしいですね。だからどこにつけてもいい、ここにもついてるから、だからいろんなアイテム、ここにこうシューをつけて
あのマイクをこのここじゃなくてこっちにつけたい場合、照明をこっちにつけたい場合とか、いろんなもの全部ここにもここにもここのいろんなところに何箇所もつけられるようになってるってことですね。でここにシューがついてるわけです。ここにあるんですよね。ここにほら、ここにもだからもうマイクつけられるようになって、マイクとか照明とか全部で三脚もどこにでもつけられる。例えばここのネジにじゃあこれをつければたね、ここのネジにこうやってつけるじゃないですか。そうしたらほらほらこれですよ。これ縦使いできるじゃないですか。縦使いほらすごくないですかね。いろいろね、このこれ出してみたりとかしてね、ほらこうやってかっこいい縦使い、あーかっこいい、こんなこともできちゃうっていう、すごいですね。さあじゃあ問題のあのバッテリー問題ね、これが解決するんでしょうか。この L 字型ウッドグリップによってつけてみましょうね。装着しました。でもかっこいいね、もう見栄えがまずかっこいいもん。これほら見栄えがかっこいい、かっこいい、見栄えがかっこいい、やたらかっこいい。さあ取れるんでしょうか。いきまーす。ガチャン、開いた。そしてこのシューティングリップをつけたまま、なんとカチャッとやればここでバッテリーが出ます。バッテリー問題 OK 解決。そして SD カード問題ででーん、解決。 SD カードも出てきました。ガシャッと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  OK。 さあということで完璧ですね。そしてさらにですね、今これあのシューティンググリップってつけたらこのセンターにないんですよ。こっちもこっちだとこのもう横なんです。このだからこれをですね、おできたできた、はいはいはい、この中心にほらんこれまん思われるじゃん、ほらこの中心に縦にこうつけると、ここを見てください。真ん中にも真ん中にちゃんと線に、この真ん中にシューティングリップが来るんで、こうやって持った時にこうね、ほら真ん中になるんで、すごく目線のやり方とかもやりやすくなるんじゃないですか。見栄えもいいよこれ、素敵だね。悔しいね。さあ開けてみましょう。こちら出ました。これでほら完全体。さあというわけで、人生の貴重な時間をこの動画に割いていただき誠にありがとうございます。少しでも役に立ったと思った方、高評価いいねぜひともよろしくお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。解決しました。以上、チャンネルカワランド川本文明でした。ありがとうございました。